自分のためにも今すぐに都知事から出て行きなさい。それがあなたの出すべき唯一のことだよ。今あなたはこの東京都においてなすべきことなど一つもない。なすべきことなど一つもないって、ね、すでにあった悪だくみをあなたが背負い込んでるような形して、ね、そして青ざめた顔をしてロボットみたいな口調で推進する以外今のあんたに何の脳みそがあるんだよ、ね、これも迷惑行為ですか。侮辱表現に当たりますか、ね、でもみんな本当のことじゃないか。そうだろう。そして肝心なことに関してはあなたは遂行能力なんてものはゼロなんだよ。ゼロ。都政に関して必要なことの遂行能力はあなたはゼロ。やらなくていいことだけ地道を上げてて、あんたはそうだろ。そして今やガラス張りの問題はどこ行った。説明責任はいつ何時果たしてた。あんたはそうでしょうが、ねえ、最近一方的に幕下でて記者会見開いて一方的に幕下でていなくなる。さっきの都議会だってそうだったじゃないか。一方的に幕下でて一方的にご理解いただくって言って逃げちゃう、ね、そこで逃がしちゃうと議会議員も議員だけどね。ねえ、当選簿の一つぐらいしなさい。ねえ、体に触れてはいけない。一定の距離を置いてあのインドの国技カバディのように素早く左右にスライド的な動きを繰り返しながら行く手を阻んで、いやカバディカバディの代わりにですよ、あの動きをしながらね、都知事都知事、この問題についてはこの問題についてはいまだ納得できる答えをいただいておりません。都知事やればいいか、ね、それをやらなかった、ね、都議会自民党も情けないよ、ね、あんだけ自由伸ばされて、ね、都合のいい時だけ足引っ張って、ね、で今回、ね、あんたたちに都合がいい時はしっかりアシストしてた。気持ち悪いったらあれはしないよ。このご都合主義的利用主義者政党、ねえ、藤田自由民主党さん、自由で民主的、いい名前ですね。ねえ、自由を大切にし民主主義を大切にすると素晴らしい。名前だけは素晴らしい。ねえ、もうどこの誰だって自分の息子や娘につけたい名前ですよ、ね、そのぐらい素晴らしい名前です。でもその名前が泣いてんじゃないですか、ね、そもそも重要な局面で、ね、自由を抑圧し民主主義を破壊する行為を繰り返すこのような小池百合子をアシストするようなあなた方に自由や民主を名乗る資格はあるんでございましょうか。そもそもそれ以前にあなた方の体質の問題ですね。あなた方自身の問題がまずありますが、しかし、しかしこの局面で小池百合子を重要な局面でアシストできる時点で、ね、他のことを全部棚上げにしてもダメダメもいいともだ。足引っ張んだったら最後まで引っ張れ、うん、一貫しない糸こんにゃく政党が、ね、ご都合主義的利用主義者糸こんにゃく政党だ自由民主党め、この野郎、ね、糸こんにゃく糸こんにゃくが嫌だったら流しそうめんだこの野郎。ゆら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 揺れて流れる流されてばっかりやがってこの野郎。どうでしょう、ね、他にどういう表現を使えばいいのかよくわからない。とにかくゆらゆら揺れて流れるものを言えば全部あなた方じゃない。
それとも強風の中のタバコの煙とでも言おうか、この野郎。何だって言ってやれ。ところてんか、この野郎。黒蜜の中で泳ぐところてんか、黒酢の中で泳ぐところてんか、ところてんに失礼だ。あれはまだ食っておいしい。貴様らは食えない。食えなくて揺れてるばっかりだったら取るところがない。小池百合子も都議会自民党も潰れてしまえ。そしてね、この局面でカバディの一つもできない民進党、あんたたちも道連れにいなくなってしまえ。この野郎、あ、渋いことですよ、渋いことですよ。ねえ、まあそんなわけでね、ね、迷惑都知事さん、ね、あなたがなすべきとことはまずいなくなること、これはあなたのためでもあります。ね、あなたはね、今やめても廃約公党と迷惑防止条例って置き土産しやがったら1000万都民の迷惑になる不幸の置き土産をしたから、今からね、今までね、忠告めいたことを外線に言って誰にでも幸せになる権利はありますと言いましたが、今のあなたにはない。少なくともこの償いをするまではない。だがしかし、これ以上悪行を重ねないためにおやめなさい。はい、それでは対抗もありませんが、ちょっと来てあげますか。来てあげてよろしいでしょうか。掛け声、掛け声、小池百合子よく聞けよ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 、迷惑都知事はよく聞けよ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 、迷惑都知事の迷惑行為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 、最たるものが築地移転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 、築地は人でいっぱいです、築地は人でいっぱいで、築地はお客でいっぱいです、築地はお客でいっぱいで、外国人もいっぱいです、外国人もいっぱいで、観光客がいっぱいです、観光客がいっぱいで、オリンピックを前にして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 、どうして築地を潰しちゃうの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 、それっておかしくないですか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 、そもそも計画最悪です、そもそも計画最悪で、移転先が最悪です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 、問題がいっぱいです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 。土壌汚染はどうなりました、土壌汚染はどうなりますか、土壌汚染はどうなりました、土壌汚染はどうなりました、発がん物質いっぱいです、発がん物質がいっぱいで、発がん物質がいっぱいです、発がん物質がいっぱいです、それで市場ができますか、それで市場ができますか、それで市場が開けますか、それで市場が開けますか、豊洲に移転は論外です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 、土壌汚染で論外です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 。
論外です。設計ミスで論外です。設計ミスで論外です。設計ミスで論外です。立地の面でも問題です。立地の面でも論外です。立地の面でも問題です。立地の面でも論外です。計画自体が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 論外です。それで築地は解体ですか。それで築地は解体ですか。それで築地は解体ですか。解体予算って一体なんだ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 。小池百合子は恥を知れ。小池百合子は恥を知れ。解体予算って一体なんだ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 。税金取るの恥を知れ。税金取るの恥を知れ。税金泥棒恥を知れ。迷惑予算はでっかいでっかい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 。迷惑都知事はやめてしまえ。迷惑都知事はやめてしまえ。迷惑予算も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 やめてしまえ。迷惑都政もやめてしまえ。迷惑都政もやめてしまえ。迷惑都政もやめてしまえ。迷惑都知事は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 やめてしまえ。築地移転絶対反対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 。絶対反対。絶対反対。築地内部の声を聞け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 。9割以上が反対だ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 。これで移転がふざけるな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 。ふざけるな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 。豊洲に移転は論外論外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 。答えは一つ再整備。答えは一つ再整備。答えは一つの再整備。答えは一つの再整備。築地現地で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 再整備。それ再整備。再整備。それ再整備。再整備。それ再整備。それ再整備。この正常な判断ができないんだったら、しかもオリンピックって世界中に見せる。懸命な判断ができないような迷惑な筋はやめてしまえ。で、悔しい。あの皆さん、私が、ね、あの SNS 上で拡散したあのココシャネル社長がね、なんていうかね、あの会議で発言しただけじゃ飽き足らずちゃんとインタビューで答えてくださいました。どのような理由で築地移転に反対だったか、シャネル社長がちゃんと言ったんですよ。